ニューヨークニュースはい、ということで、いつもはね、我々の身の回りで起こった些細なことニュース形式で、紹介しているコーナーなんですけども、はい、本日はスペシャルゲスト、そいつドイツの市川刺身くんに来てもらいました。ありがとう、はい、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。刺身高円寺チャンネルもね、高円寺チャンネル、あ、そうだね、チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。確かにコラボでもあるっちゃあると、はい、そういうことで、そうですよ、もうこれはもう刺身にぴったりな企画じゃないかなと。ああ、正直俺も最近あんまニュース仕入れてなくてさ。確かに、うん、そうですね、ニューヨークさん最近あんま楽屋長いしないですもんね。そう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 、一応これがニュースのラインナップになってますけど、いつものように奥田さん選んでもらっていいですか。じゃあ、まあ、リロイのゲーム人、これはおもろそうやわ。リロイだろうね、はい、リロイはもうあってね、リロイはもう全然ってかもう見てない、ね、見てない、もうコロナになってからコロナクラウン一回も見てない。いや、そうそう、だからコロナクラウンっていうコンビ名でやってて、で、もともとその、リロイっていうのはマサイ族とのハーフで、うん、そうね、でもう相方が日本人のメンダイ、まあ、メンダイそのメンダイの相方のリロイね、リロイがやっぱりあのこのコロナで結構あの皆さん自粛で家にいるようになったじゃないですか。そうやな、で、あのリロイはずっとあの自分の日記をあのその動画でやるあの Vlog っていうのをずっとやってたんですよ。知らん、知らないですか。それが YouTube でやってた。 YouTube で自分のチャンネル持ってリロイの、リロイが、で、どうもリロイですみたいな、めちゃくちゃ編集頑張ってて、なんか、うんうん、朝起きました、これ食べました、うん、急ぎます、電車座れましたとか、もう本当に一日を全部流すようなのをちょっとやってそうやって、で、もう頑張ってやってたんですけど、あの家出れないから、うん、もうやることなくなりすぎて、うんうんうん、ゲーム実況始めたんです。ついに、なるほどね、ついに、まあ今流行りというかね、今流行りでいいじゃないですか。まあ、ゲーム実況自体は僕いいなと思ったんですよ。いいよいいよ、ただ、あの夜一回あのもう大発見しちゃって、ツイッターでアンケートみたいなのあるじゃないですか。こう1から4まで項目があって、で、皆さん投票してくださいみたいな。で、ゲームこれからやろうと思いますみたいな。で、何やった方がいいと思いますか。なんとかなんとか、2なんとかなんとか、3なんとかなんとか、4あんまやらなくていいみたいな、なんかその暴言みたいな感じでやって、投票締め切りみたいな感じになって、で、その後のツイートで、あっ、ということで、これにすることにしましたみたいなやつなんですけど、その投票締め切りのちょうどの時に僕見て、あの2票で、この1のゲームとやらなくていいの2票で、50% の皆さんが言ってくれたんで、このゲームやりたいと思いますって言って。何やねん。いや、そのアンケートで2票だったら、今からの実況もう見るやついないやん。確かに。リロイさんはやっぱ。ああ、そうだ。なんか俺も全然知らなかった。バズってないんだ、リロイ。そうなんですよ。やっぱリロイは、やっぱ同期の中でも、あの出るの早すぎて、やっぱもうあの確かに早かった。やっぱだから、そのアントニーさんとか、ユキオさんっていう、もうめちゃくちゃ強いハーフと、あの戦って戦えなくて、負けて、そのまま、ちょっとそのハーフ芸人として、やっぱ。そういうのがあるのかね。どれ悩んでるかもね、リロイもじゃあ。だってもう、リロイがネタ作るときに一番気にしてることって何だと思います、うん、何、あのデニスとマテンローがやってないかっていうのを調べるっていうのが、そういうことになってくんだ。そうそうそう、一回リロイの話も聞かんとあかんね。そうやな、やっぱコロナフラン、やっぱあのルミネの前説で、あのルミネの廊下で先輩とかいるのに大喧嘩しちゃうから結構メンダイも熱いからさ。メンダイも、あ、メンダイの最近の悩みを教えましょうか。あのメンダイ、あの弟が大阪でマネージャーやってた。めっちゃテレビ出てるよね。そうなんですよ、ミルクボーイさんとかのマネージャーでめっちゃできるやつってもうどんどん出てるの。そうなんだ、そう聞いたことあったわ。そうそう、で、あの弟の方がフォロワー増えてちょっとがっかりした。あら同じメンダイやのに。現代なのに。あそっか、さすが、やっぱ俺ら全然知らんニュース知ってるわ。いや、コロナフラの話聞きたくなっちゃった。ニューヨークチャンネル以外で喋らないですよ、こんなの。喋れよ、お前もっといろんなとこでリロイの話。もっと説明いるんですよ、こういう芸人があって。いや、ぜひこれ見たかった、リロイ あのゲーム実況やってるんで、うん、お願いします。さあ、続いて次は、まあ、トロサーモン久保田さんが高円寺。僕、あ、久保さんね、あの、うん、よく世話になってるんですけど、うん、なんかあの急に LINE 来て、うん、ちょっとあの高円寺でさ今日飲もうと思ってんやけど、ちょっと店教えてくるやんみたいな。で俺らね高円寺クルーだから、はい、我々ね、で高円寺バーって僕知ってるお店をバーって LINE で送って、うん、でありがとうみたいな、うん、
参考するわっつって、そしたらまあその4時間後ぐらいですかね、おいとボラれたぞ。怖いですよ、ボラれる。マジっすか、どこっすかっつって、うん、でそのあと何かまあ何日後に会ったんですよ、仕事で、うんうん、ボラれたんですか、ボラれたわとか言って、うん、どこっすかっつって、いやおでん屋やとか言って、うん、まあ俺も知らないおでん屋に入ったらしいんですよ、あリストじゃないとこ行った、そうリストじゃないとこ行って、うん、さおでん1個100円って書いてあってやと思って、ほんで3人で行って、ほんで1時間くらいや、2杯ずつくらいや、9000円あったぞ、ありえんやろ。俺ボラれるってお前バークレーちゃうんけって、なんでおでんでボラれてんの、絶妙なのも9000円3人絶妙な、まあでも確かに別に良くない、いやでも、まあ、おでんが1個100円、おでんが1個、いや俺もちょっと思ったの、まあ、まあでもいやでもおでん1個100円やでっつって、うん、で2杯ずつくらいや、まあそしたら確かにちょっと4、5000円くらいやられてんのかな、やられてんのかな、うん、でも勝ち切れしてて、うん、3人で9000円ええけどな、マジで、でもうブツブツ遠くから文句言ったったどうせ、そういうの許せない、全員が、ああ、でももうそっからやとか言って、まあ何軒か飲み行ってさ、うん、でもじゃあうまい、全然うまない飯、全然うまいとこないやんけ、いや俺のいとこ行ってくれました、行ってない、行ってないって言って、行ってないかって言って、そしたらまあ、まあ、そういう店にたまたま当たっちゃっただけっすよ、ね、でも帰ろうと思って、やロータリー行ったら、ほんと髪の長いな、変な切ったな男が電信柱に向かってなんか酔っ払ってうわーとか言ってて、この街とか言って、でパーって振り返ったらそれ天狗の顔でやってもう俺無視して帰ったわ、今で顔高円寺ほんまに、ほんまに川田さんがそれ無視して帰ったやつ、でも川田さん高円寺なんで、あそうなの、高円寺なの、川田さんなんや、そうでも散々文句言われて俺高さんちょっとリベンジさせてくださいぜひ高円寺チャンネルでそうもてなしたり、確かに確かに俺ら高円寺チャンネル高円寺レペゼン高円寺芸人ですよ、そうですね、そういう高さんにさ、はい、申し訳ない感じになっちゃった、フルコースかましたね、ちょっと今度リベンジさせてくださいっつってね、あ言っときましたけど、危ねえとこ、高円寺いい街なんで、いやいい街ですから本当に、ね、でも知らんと行くと危ないとこがちょいちょいあるってことだよね、まあね、3人で9000円って妥当っすけどね、まあ、大人が飲み食いしてそういうとこある、まあまあ、なんかちょっとっすよね、なんか、うん、それちょっと高いかな、そ それそんなっすかみたいな、で2回じゃないと思うよな俺1時間久保さん3、4は行ってると思うけど、ああそうっすね、そうそうはいはい、そんなんありましたね、ぜひぜひ高円寺チャンネルと久保さんお願いします、はい、さあ続いて、まあ、アントニーって実は死ぬほど、あこれ僕ですね、まあ、アントニーって実は死ぬほど、まあ、いっぱいあるじゃないですか、死ぬほどおしゃれやろアントニーって、うん、で死ぬほど LINE 貯めてるやんかで死ぬほどストーリーあげるやんか、あまあもう今もエゴジこの間なんてこの時期に今28杯目とかストーリーあげる夜中に30回でフィニッシュとかって、いやもうそんなやつおらんねんそんななんか新たなアントニーの事実発覚して、アントニー実は死ぬほどあの早押しクイズ得意です、えこれ知らんかった、マジっすか、発覚なの、あのミンハヤっていうアプリがあってさ、はい、こう例えば3人でつないで全員で同じ問題で全員同時に早押しできるアプリがあるのよ、それめっちゃおもろいんやけど、はいはいはい、1問もアントニーより早く押されん、もう全ジャンル、スポーツ、歴史、豆知識、すべてにおいてアントニーがダントツ1位でした。確かに、あいつそうかも、スポーツも詳しいし、めっちゃ詳しい。野球とかめっちゃ詳しいし、なんでも詳しいかも。で、なんか政治とかわからんけど、なんかトークでこういう話題になった時、全部に入ってこれんのよ、アントニーって。それってなんとかっすよね、みたいな。薄く全部知ってるから、これ次カズレーザーさんから俺クイズで活躍するアントニーやと思う。コメンテーターみたいな。コメンテーターとか、まあ普通 Q 様とかそういうので跳ねて最後コメンテーターに行くんじゃないかっていうぐらい。なるほど。すごかったですアントニーは。確かに実はそうかもな、アントニー。見た目もいいし、もうじゃあもうアントニーなんて言ったらもう余計に良い大変だもん。はい、じゃあ続いて。はい、じゃあ達郎さんの今、俺はじゃあ達郎さんの今、いや俺この間会ったよ、普通に元気そうだった、達郎さん、はいはいはい、うん、
やっぱ達郎さんを語る上でまず言わなきゃいけないのが、あのやっぱこのニューヨークチャンネルのゴシップで、あの達郎さんが後輩に飯をおごらないと、はい、っていうので、それ誰が言い出したの結局？大原？あったりじゃない？ああ、そうですね。でもまあその後輩界隈では、うん、なかなかこう話題だったんですよあれ、うんうん、そもそもずっと、うんうん。でももう達郎さんももうボケみたいにしてて、うん、刺身帰る、うん、駅まで一緒に帰るっていう感じで、あ、いいやいいや、そういう感じのノリにしてたんですよ。素晴らしい。うん、でも達郎さんやっぱピンになって、はい、で解散してで、あの今年のアルバム純潔も行ったりとか、うんうん、結構頑張ってて、うん、で YouTube も始めて、うん、あの、うん、インスタでモノマネ上げてたのをもうまとめてギュッと、うん、一発で10本上げるとかを毎日朝6時に上げる、うん、はーすごいなー、すごい。で登録者も結構今7万か8万人、いやーすごい、結構もうそのモノマネ1本で行って、うん、で正直な話達郎さん今お金あり出したんですよ、ちょっと。あの、まあ、あ、すごい。手に入れ出した。で、達郎さんが、この前その劇場で、多分島さんも会った時、うん、あれがもう本当に一月ぶりの劇場だったんですよ。あ、そうなんや、あの時。めっちゃ楽しそうやったよ、楽屋で。楽しそうだったじゃないですか。あれ、なんか変だと思いませんでした？変やった。なんかあのお前もな、一緒になってキャッキャしてたよ。はい。はい、なんかあのみんなであの網にボールを入れるゲームみたいなの、うんうんうん、めっちゃ盛り上がってたじゃないですか、うんうん、であれで達郎、いやそれがまずびっくりよ、見てる人え、そんな大人で楽屋で網にもう信じられんぐらい盛り上がってたよ。え、みんな知らないんですか犬の太田さんの縁日みたいな太田がなんかね、お店の人みたいな感じで次だれ、次だれとか言ってで、おっちゃん一回いいとか言ってやって、はい、ダメとか、ね、ダメ、女の子もうちょい前とかやってもそれの時も達郎さんなんか様子おかしかった、ガンガン入ってってたじゃないですか、うん、なんか確かに珍しいよ、達郎さんっていつも脇でちょっと静かに見てるイメージ、なんか見てるイメージじゃないですか、なんかガンガンね、ちょっともう一回いいよちゃんとか言う、もう一回いいよちゃんとか、なんか達郎さんと太田が主役みたいな、はいはいはい、そんな感じだったじゃないですか、うん、達郎さんがそれでやってた後に、うん、刺身っつって、え、今日このライブの後なんか、うん、あれ、おいおい、別に何もないですね、うん、飯行く、おっ、え、うん、達郎さんに飯誘われたぞみたいな、うんうん、これかなりビッグなニュースだな、うん、今日まさに芸人ニュースだよ、そうそうそう、で僕帰り道が結構一緒なんですよ、うん、帰り道一緒だから、あ、まあまあまあそれぐらいはあれかと思って、うん、ちょっと待ってみたいな、あ、グレイテストヒッツの水戸もこっち方面だったよね、うん、水戸も誘う、あら水戸、おお、この後2人も2人も大所帯よ、もうそうそうそう、嘘でしょと思って、でもうじゃあそこ長野ら辺で行こうかみたいなで、バーって行って、で飲み屋行って本当に何でも頼んでみたいな、うん、ああ俺もうさずっとさおごらないできたから、もうそれはもうだね、もう面白い、でやっぱりさ、うん、そうそう、あのみんなずっと言われてたから、うんうん、あって言ってもう全然いいよみたいな、だからもうその、うん、自分で頑張って、うん、ある程度のこう要はあの落ち着けるぐらいの収入は今のところ頑張ってあるから、うんうん、だからやっぱ俺もおごりたかったからさ、うんうん、ああ素晴らしい、マジでええねそれは、まあ、ありがとうございますって言って、でなんかやっぱまあニューヨークとかもこういうの言ったりとかさ、うん、まあそういうのとかあったけどさ、でもなんかいまだにやっぱ TikTok とかでなんかコメントでお前後輩飯連れてかねえだろとか書かれたりすんだよマジで、あれマジすんませんね、あの お笑いじゃないでやってくる人は嫌なんだよなみたいな、まあそりゃそうや、そうやっぱ芸人だからやっぱ、うんうん、そりゃそうや、まあ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 、だからもう本当に全然楽しく飲もうよみたいな感じ、うんうん、タッチパネルだったんですよ、うん、タッチパネルでこうやってじゃあ上から行きますよみたいな、こうこれでバーってじゃあ飲み物これでとか言ってバーってやってたら、じゃこうさーってやってたら、うん、馬刺しっていうのがあったんですよ、おろ、うん、でいいじゃん、馬刺しが780円ぐらい、まあまあまあ、その店ではちょっと高いやつだったんですよ、なるほど、じゃ馬刺しがこうスーってやったらそこでピタって止めて、うん、昔までの俺だったらこのままスルーしてたけど今止まれるって言ってかわいいなぁ、かわいい最高じゃない、今そうなったんだ、達郎さん、そうそう変わったんだ、もうチャンスだな、じゃあ今そうそう後輩は気持ちよくバシッと奢ってくれて、いい、朝6時に動画アップしないとかっつってあいい、本当にいいニュースです。これやっぱだからニューヨークチャンネルであのゴシップ見せた人はよだれもんですよ、これいや、いいニュースです。ぜひぜひ。めちゃくちゃ動画上げてますんで。ぜひ皆さんそちらも。よかったです。
ディスパンさん。This is パン。吉田さんの生活。お知らないかもね。知らん。生活？はい。知ってんの生活を。生活。え、吉田さんと絡みありますか？まあちょろっと喋るぐらい、うん、なんか、まあ、みんな劇場でそのライブとかの時は結構喋ったりするけど、うん、僕この劇場の中ってあれ、あの人って今何してるんだろうって人結構多いんですよ。うん、なんか本当にコマンダンテの石井さんとか、うん、あれなんか見失ったけど今どこで何やってるんだろうみたいな、うん、楽屋の中で結構静かめだよね、はい、見てるな楽屋を。それはやっぱ結構チェックしてて、うん、で、僕はあ、やっぱそういう人と喋りたいと思って、はい、だから一個、だからその This is パンの吉田さんが、うん、いつも無限大ホールの楽屋の一個手前の前室で、うん、座って携帯いじってるんですよ。おるおる、イメージある。イメージあるじゃん、うん、で、無限大ドームってとこだったら、うん、階段のところの、いい椅子に座ってずっと携帯いじってるんですよ。あー、はい、非常階段ですか。そうそうそう、非常階段とへー、あ、そんなとこあるんだ。だからもう僕ちょっと気になっちゃって、うん、ちょっと吉田さんな何してるんですかみたいな感じで、うんうん、で、さすがね、携帯ずっといじってる人って僕何してんのかなってずっと気になるんですよね。なんか、うん、まあ今いくらだって見るもあるかも、まあ、うん、まあ、ゲームやったりとか、まあね、ニュース見たりとか、うん、何見てるんですかって言ったらなんか伊勢丹かなんか あのお肉とかもするんですか。お肉とかなんだそれ。なんか可愛い。さすが吉田さん。吉田さん、えって思って、え、吉田さん何見てるんですか、うん、こういうのなんか食べたいのこうやって見て、私、うん、なんか凍ってまうねんこれ。へぇー。で、家帰って、そうか、料理もお上手やから。注文して、家帰ってそれ食べるのがもうずっと好きで、だからずっともう見ちゃってるっつって。あ、帰り何買って帰ろうかなっていう、もう何買って帰ろうかなっていうのをずっと。吉田さんらしいな。意外やな。なんかめっちゃでも素敵だなって思って。なんかね、素敵だね。なんか自分の生活楽しんでる人やん。はいはいはい。もう俺気になりすぎて、吉田さんの昔、お湯ってコンビだったんですよ、女性の。うん、知ってるよ。芝田最初、うん。めっちゃ面白かった。昔どんなのあったんですかみたいな言った時に、あ、私もう昔めちゃくちゃ尖ってたみたいな。うん。で、みんな、はいどうもーっつってこうやって手やってたけど、うん、あれ嫌で、うん、ずっと、どうもーって、うん、こうやって、そんなやつ出てったって。うん。じゃなんかもうそれやりすぎて、うん、劇場のお客さんがお湯が出てくるとみんな合わせて、出てくるなったりはしてみたいな。あの頃に比べたらだいぶその多分もう丸く全然喋りかけたら喋ってくれるし、優しいもんね。めちゃくちゃ優しいですよ。めちゃめちゃもう喋りたい。パン作ってきてくれたりね。あ、いや、そうっすね。パンも手作りパンも食べたし。羨ましいな。なんかね、たまに作ってきて配ってる時あるよね。あ、え、マジっすか。うん、いいね、刺身の匂いなんかほっこりする。リロイは、リロイがいいね。え、リロイだけはちょっと悲しい話だったから。あー、マジっすか。リロイもね、頑張ってますけど。いや、いい。これはやっぱ刺身読んで正解でしたね。ちょっとこれ放送できないやつ言っていいですか。え、まあ、うん、放送できない。まあ、これカットしてください。うん、ちょうだい。いいの、逆に。目座り出したよ。逆に、うん、放送できないやつ。うん、劇場で、オナニーの話してて、うん、じゃあ、なんか、さんが、うん、いや、俺腹に出しとるでって言ったんですよ。なんでかって言ったら、その彼女と一緒にいた時に、うん、こうやってて、うん、で、そのティッシュ、使用済みティッシュが バレるとあれだから、うん、だから、うん、もうそのティッシュ使えないからそのまま腹に出して、うん、そのままこうやって風呂まで。なるほど。なるほどね。ああ、なるほどね。ああ、くるまるのもね。で、みんな、いや、大丈夫ですかみたいな、そのなんかどっか別のとこ行っちゃったりとか。うん、確かにね。はい、あと、ね、勢いだったらもうここまで行ってもらうかもしれないとか、ね、ないっすかみたいな。みんな元気やなって言って、アッキムさんが丸々使いましょう。これもうでもちょっともう、まあまあまあ、めちゃくちゃピー入れてください。ピー入れましょう。また やるとしたら、まただからゴシップ会やるとき、あ、頼む。あ、もう確かに刺身足で稼ぐんで、話しに行くもんね。うん、怪しい人に対して。もうだから今狙ってるのはやっぱスパイクの小川さん。あー、行ってほしいね。めちゃくちゃミステリアスなんだよ、やっぱミステリアス。一個だけじゃあ小川さんの情報を。あ、ちょうだい。小川さん、うん、スーパー銭湯めっちゃ好きって。意外意外意外の一人で行ったりしちゃうらしい。意外やな意外
いや本当にありがとうございます。久しぶりです。ありがとうございます。はい、また何かあったらよろしくお願いします。はい。はい。